こんにちは、ジャイアント城田です。あ、すいません、ハイジマです。あ、ハイジです。今日はですね、いよいよここにやってきました。なんと、ででん、神戸屋のパン食べ放題でございます。この感じのパンを食べ放題ということで、このランチタイム、今日は本当に食べるだけ食べて、ここに来てもう一回成長期が来るようにしてみたいと思います。この豪華なパンを取りたい放題なんです。ランチなんですけど、まずスープとドリンクがついてきます、はい、でパンなんですけど、本当に見てください、これちゃんと具がこうやって入ってるなんてなかなかないですよね。だからカツサンドでも甘いやつ、いちごの雰囲気出てますもんね、ここに。あ、カリカリするから多分焼いてあります。当たり前かな。でもこれはすごい、もういきなりこの一口で来てよかったって思えるくらいマジでうまいぞこれ。パン食べ放題でここまでって初めて。カツサンドは560円。ちなみにこのスープは、あ、コーンスープだ。これわかるかな、ちゃんとすりつぶされたコーンが結構ちゃんと見えるんだけど、ドロドロしててうまい。ハムが乗ってるやついきますよ。パンの部分が硬いやつかと思ったら柔らかくて、ちゃんと具と馴染んで超うまい。これもこのいちごジャムのパンなんですけど、これがね、何が嬉しいって、1個丸々の大きさのやつと、この半分にカットされたサイズのやつと2種類置いてあるんですよ。だからこれ1個でお腹いっぱいにならずに、いろんなものちょこちょこつまめるような気遣いがされているという。うん、で、わかるかな、パンの生地とジャムの間にマーガリンが練り込んであります。うますぎるでしょ。普通に食べると304円ですね。おかわりしてきました、カツサンド再びです。ちょっとうまかったな。卵とアボカドです。もう絶対美味しいじゃん、もうこんなの。卵サンド好きが食べてうまいっていう領域をまた一個超えてくるくらいアボカド入れて。続いてはこちら、コンビーフに砕いたじゃがいもとマスタードかな、なんか練り込んでありますね。これも多分うまいんでしょう。なんて言うんだろう、なんて言うかわかんないけどうまい。うん、ポテトサラダが好きな人は多分好きなやつですね。ででででん、サーモンいきましょう。サーモンの下にはクリームチーズが多分敷き詰められてますね。サーモンうまい。2度目のおかわりをしました。もう本当にいろんなメニューがあるんですけど、結局美味しかったので、もう3個中2個総集編です。これ絶対うまいやつです。あ、ただのチーズじゃないよこれ。何これ、ちょっとじゃがいもだね。じゃがいものソースの上にチーズが塗ってあって、その中にハム、これやばいね。というわけで、とりあえずパンの方も無理して結構いっぱい食べて、もうお腹いっぱいで動けなくて、今昼の12時なんですけど、今日一日何もやる気が起きません。